いどうもピューキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ザ・キー・オブ・トロールスということで、騙しの鍵ということでしょうか。そして説明文見てもらっていいですか。 To escape you need to creative the master key って書いてるんですよ。マスターキーを作って逃げる必要があるということですね、多分。まあ大体訳し方はこんな感じでしょう。だが僕は絶対に逃げない。どんなコースが待ってようと、どんなキャラが襲ってこようと、絶対に僕は逃げることはしません。自分で自分の道を切り開いていこうと。もうやってっていいかな。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1% ちょいぐらいだったね。さあまずドッスンがいるけど、あのドッスン近づいていいのかな。パンブロック落ちるでしょ。このパンを叩いて僕は左に逃げたいと思います。さっきと言ってること全然違うね。いや僕こっから逃げないよ、絶対に逃げない。パク襲ってくるがいいさ、僕は絶対に逃げないぞ。それじゃあここはパックンより早く右に行けっていう感じだね。上の子実行員は罠か。どうにかして連れて行かれるんだろうな。一体このファイヤー取っていく、このファイヤー取っていくのか。天国への近道だね。それじゃあここはドアにどうにかして入れっていう感じでしょう。ここで上を進化。あっつ、なるほどね。ここは砲台に乗った後自分で降りなきゃいけないのね。そんでこの土管に入っていけと、そういう感じだと思うんですよ。今度も何もしない、それで正解だと思うんですよ。ほら来た。あっつすぎ。そしてこのキノコ取れんのかな。取ります。ここどうすればよかったんだろうね。この下でパックン出てきたってことは、この雪玉を止めればいいのか。そんで上のキノコ消えたから下に行くしかないよね。こっちで合ってる、そうでしょ。バイどうもさよなら、じゃねえんだよ。こういう下に落ちる系です。熱さが急に出てくるのは分かんないって。そんでこの土管は入れないね。こ右アームがあるけど、このなるほど、そしてこの土管に入っていけと、そういう感じだね。それじゃあ行きますか。ここは中間ポイントくれる、早く早く中間ポイント。よし。このピンクコイン最後に取っておこうか。多分最後に取るべきピンクコインだと思うんですよ。でこっから、うわいっぱいあるな。一番左から行っていい、一番左からどんどん攻めていきますね。さあこれからのコーラ取らせてくれる、右でしょ。それはついてなさすぎ。ここ右と左カルンのコーラあったけどさ、絶対右の方が正解だよね。そして右バネがいるな。バネ信用していいのか、絶対違うよねこのバネ。でもたまには信用したいと思います。右のハテナを叩いてすぐ左に行く、それやってんじゃないの、この何やろうが。そろそろ僕おとなしく実況していこうかなと。たまにはそういうメリハリっていうのが大事だと思うんですよ。絶対取れんと思った今のキノコ。さあここでピンクコイン取らしてくれるかな、取らしてくれるかな、右にジャンプ。それじゃあここピースイッチの上にブラパがいるでしょ。あのブラパが落ちてこないギリギリまで左に行ってピンクコインを取る、そしてドアに入ればこの場面はクリアっていうことだね。それじゃあ次に進んでいきますか。で次はこの緑の土管行きたいと思います。左上から順々に攻めていこう。50コイン信用していいのか、僕は50コイン君を信用したいと思います。はいだねー。たまには会ってくれててもいいやんね、いつも50コイン信用してるんだからさ。じゃあここは右に行って、うわ左でリンク出てきたよ、絶対取れないと思う、バカなんかあるんだろう。やっぱりね、僕にはお見通しなんだよ。さあ進んでいきましょう。なんだかもうそんなところで見やがって、どうしていいのかな、絶対通したら罠でしょ。あれ何も起きないね。一旦このピンクコインを取っておいて右下に行く、それが正解だと思うんですよ。罠に引っかかってるかしかしねえな。あらワンちゃんこっちが正解っていう可能性あるよ。そんで左のブロックが壊れるみたいな。え、それじゃあここ上に行ってよかったのかな。こっから先あまだ続いてんじゃねえか。これでこの土管に入って終わりっていうことね。それじゃあ次に進んでいきますか。はい、それじゃあ次は右上のドアに行きたいと思います。ここ含めてまだ5つもあるもんね。先はまだまだ長そうだぞ。さあここはスネークブロックに乗ってみようか。スネークブロックに乗ってどっち、左で、左行って上、
ってるんじゃない？これ右下のハテナブロックもめっちゃ気になるけどね、こっちで合ってるみたいな。あっつこれ左に蹴ってさ、ビッグイ取らなくちゃいけなかったんじゃないの？頼むってこれ下の向かい行ったら戻る感じでしょ。いやでも今回はなかなかスムーズだったんじゃない？ここで落ちてきて左に蹴ってピンコインを取ってこの土管に入る。これでこの場面は終わりでしょきっと。今回ここは全然引っかからなかったね。それじゃあ次は上のラストの土管に入っていきたいと思います。次はどんなんが待ってる？右の赤い土管、やっぱなんか出てくると思った。でこの花ちゃんの上に乗ってピンコインを取る、ここまでは合ってると思うんだよな。左のブロックは開かない感じか。それで下に降りてっていいのかな。頼む、誰、何もしないでね。あれ、これ最初の場面だよね。ここでピンコインを取って、ギリギリで取っておこう。そんでパウを叩いて左に行ける。これで合ってるんじゃないのかな。さあ行きましょう。このパウを叩いて青のカーに入って戻れるっていう感じなんじゃないかな。これはこれさっきの場所だよね。でこのドカーに入って戻れるみたいな。今日めっちゃ調子良くない？はい、それじゃあ次は左下のドア入っていきたいと思います。この調子でどんどん行きましょう。ここはブラパに当たれないよね。なんで左下に行けないんだよね。なんで右に行くしかないのか。つららがあるけど長いなこれどうやって行けばよかったんだろう。右のつららに当たって左にダッシュしろみたいな、そんな感じかな。なんでここは右にダッシュしてつららに当たった後すぐ左に戻る。全然違う。砲台の下につららがあるじゃんか。このつららに当たって左に進めると、そういう感じだね。さあここは絶対に往復あると思ってすぐジャンプ。うますぎ。そんであのハテナ叩いてみよっか。このリンクいるんかな。一旦取ってってみる。このリンク取って左のキノコ、うわ罠だと思うな。キノコ取らんでいってみる。いや取っていってみようか。これが実は正解。このピンクコインを取った後上に行けると、そういう感じだと思うんだよねすげえ怪しい。無視していいんですかね。この石親父たちは無視していいんですか。これで合ってる、合ってる。それじゃあ次に進んでいきますか。次は緑土管なんだけど、あそこ最後に取っておいていいかな。めっちゃ面白そうな予感がするんだよね。なんで右下の扉入っていきたいと思います。ここはボム兵を叩く以外ないよね。なんでボム兵叩いてみます。そしたら右に進めるのか。この四角はなんだ。この四角は安全圏みたいだ。もうなんねえじゃねえか。ここは上か下かだね。で上行ってみる。こっちが正解みたいだそれは避けれんやろ。それじゃあこの雪玉蹴ったらギョギョスケが出てくるから、この四角の枠だったら大丈夫みたいな、そんな感じだね。さあ進んでいきますか。ピンクコイン取れてるけど、えリンクがいるの。下のリンクを取ってこいっていうことかな。降りねえやんか。上に来るのが心配みたいな。下が正解だったんかな。じゃあそれじゃあここ下から行けっていうことだったよね。この雪玉蹴れんのかな、この電波野郎が。それじゃあ怪しいのは左上のリンクなんだけど、あのリンクを取ったところで下に落ちてくることはできないんだよね。なんでこの先でどうにかする必要があるんだけど、この上のボム兵がめっちゃ怪しいよね。絶対ここでオンしなきゃいけないんだよ。この四角も怪しいしさ、この針のところなんかあんのかな。なるほどね、ここにバネがあるのね。たまにはバネ役に立つじゃねえか。でこのまんま右に行ってこの土管に入れると、そういうことなんだね。バネ今日は友達になれたみたいだね。だが今までの金僕は忘れてないからねはい、それじゃあラストの土管入っていきますか。ここ絶対面白い予感がするんだけどな。ここはどうすればいいんだ。右のあっビビってスタートをしてしまったよ。あの魚落ちてくるだけでしょ。頼む、右のブロック早く開いて。それじゃあここはジャンプすんなってことね。多分ボム兵が下に落ちたらオンオフが変わるんだよ。さあ進んでいきますか。ここは P を押した瞬間絶対テリサが来るよ。やめてよそんなダメ出しで右も壊さないでよ。右ギリギリ行けそうじゃなかった。頼む、何か下にあって。毒沼があったね。いや絶対ここ P スイッチ押したらテレサ襲ってくると思うよね。じゃあテレサがおらんくなって右にどんどん進んでいけ、そういう感じだと思うんですよ。ここ早く開いて、鉄球が来る前に早く鉄球
第三者神経、絶対これで合ってると思うんですよ。ここで最後の土管かどうなんだ。なんでそうなんだよ。はい、それじゃあここはね、上に行くことまでは間違ってないと思う。そんでこの扉に入ってさっきの鍵ドアのところまで行けっていう感じだと思うんですよね。さっきと罠変わってないかな。大丈夫かな。ここは何もしないで雪玉が降ってきて右に行けばいいっていう感じだったよね。さあ、こっから何も変わってないよな、本当に。よしよし、上に行くっていうパターンはなさそうだね。ここはバイはされないよ、僕は。さあ、こっから鍵ドアの方に進んでいきましょう。この下だったよね、確か。本当にゴールさせてくれんのかな。頼む、2周目だけはないでね。これでもうゴールでいいよ、頼むから。ゴールなんじゃないのこれ。右に行けばゴール。いや、散らしやがってこの野郎が。制作者さん頼む、ゴール。あくっそ、え、これ2周目。頼む、鍵。やった鍵を手に入れることができました。これでゴールできるっていう感じだと思うんですよ。絶対そうでしょ。オンオフが変わってるみたいだ。そうだと思うんです。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ビオキングを持ってごめん、間違えた。ビオキングを持ってさんは名前だったね。ちょっとやり直すわ。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ13ということで、さっき間違えたんだけど、ビオキングを持ってさんっていう方が作られてるんですよ。おそらく視聴者さんじゃないかなって思うんですけどね。わざわざ僕の名前を入れてくれてありがとうございます。でね、今回の一発マリオめっちゃ謎解きっぽいんだよね。オンオフをしてクリボを踏んでゴールするだけだと思うんですけど、あのゴールのとこ一マスしかないよね。オンオフの場所がめっちゃ高いからさ、しゃがんで届かないと思うんですよ。それをどうやって攻略していくんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.08%。 ゴール条件はファイヤーマリオのままゴールね。これだけ覚えておこう。僕いつもすぐゴール条件忘れちゃうからね、特にミンバト。さあ、このファイヤーマリオのまんま普通にジャンプしてって、まオンオフは届くけど、クリボーを踏んだ後しゃがめないよね。それじゃあ普通にしゃがんでってみようか。絶対しゃがんでオンオフ届かないよね。いや、マジでわかんねえ、これどうやっていくんだろうね。ただね、僕ちょっと怪しいなって思ってることがあるんですよ。一旦この場所でオンをするじゃん。そして一旦当たってもいいからこの場所の右に行く。そしたらワイヤーフラワーがあるみたいな、そんな感じなんじゃないのかな。疑ってすいませんでした。なんださっきからこっち見やがって、ちょっとだけにやけてんだクリボー。嘲笑ってんのか僕を。くらえ、エスキー魔法ファイヤーボール。呪文唱えるの失敗したね。まあまあ、お遊びはこの辺にしといて、考えられることはもう一つしかないと思うんですよ。オンオフをした瞬間にしゃがむ、絶対そうだよね。それがクリボンを踏んだ瞬間にしゃがむ、どっちかだと思うんだけど、でも最初からジャンプしてったらその後しゃがめないよね。なんかしゃがめるタイミングとかあんのかな。クリボンを踏んだ瞬間下に入力するみたいな。いや、絶対こんなんじゃしゃがめないよね。説明書に書いてなかったもん、こんなこと。説明書に書いてないことをどうやってすればいいんですか。僕は裏技でですか、これは裏技なんですか。書いてるわけねえだろ。ちゃんとやってこ、ピオキング。このままだったらピオキングを持ってさんからも嫌われちゃうから、じゃあここはしゃがんでジャンプすることは間違いない。そっからどうやってあのオンオフに届かせるかなんだよね。これマジでわからんばい。でも絶対に最初しゃがみ状態は間違いないと。こっからファイヤーボール、きた。みんなしゃがみ状態でファイヤーボール出したら立つことができたんだよね。ということはよ、最初に走ってしゃがじゃんしてファイヤーボールを出す、これでゴール。いいとこにいるな、あのとんがりコーンが。多分ね、反対向かなくちゃいけないんだよ。ギギムーンウォークウルトラスーパーローリングファイヤー、いや。いや、素晴らしいアイデアだねこれ。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。